はい、渡辺です。今回チームデスマッチをプレイしてみたいと思います。マップはインフェクションで最初からで、あと全員ノラになります。今回も XPR50 使うんでね、今ワンショットワンキル99回で、あと1回でポリションミサイルようやく解除できますね。このインフェクション久しぶりにやるのね。しかしここもスナイパーレフルやりやすいっすよ。こうニュークタウンとコンバインとこのインフェクションをやりやすいっすね。今回渡辺マイワンのこのクラスで頑張ってみたいと思います。あの学研絶対いるんでね、頑張ってしてるんですよ。それを狙ってやっていこうかなと思ってんでね。はい、頑張るぞ。これ X、 これねバリ薬、これ倍率健康できるやつで、R さん長押しで、これ結構使いますよ。これエイムしやすくてね、これあらあら、顔出してくれ。あ、邪魔だよ。オッケーじゃないか、これ。あれ？ワンショットワンキルじゃないの、今。おかしいな、これ。変よ、これ。ワンショットワンキルじゃないか、今、これ。ね？おかしいな。あ、今だ、今、ポルシャメッセ解除。オッケーっすよ、これ。とりあえず最初は前半はこのある程度キルが進んだらこのここかリモリプレイでちょっとやっていくんで、右のこれねえ、どっか打ってんのこれ、困るね本当にねえ、これおかしいなこれ、どっからこう打ってんのこれ、困るじゃんこれ、本当に意味がわかんねえよこれね、えどっか打ってんのこれ、あ、ここだわこれ、よしよし、意味わかんねえよこれ、はちょっとおかしいだろこれ、絶対変やろこれ、これに変えるだろこれ、絶対おかしいってこれ、うん、めっちゃおかしいよこれ、これに変わってるのよこれ、めっちゃおかしいってこれ、あれめっちゃおかしいだろこれ、3キロ10キロやってんの、あれだこいつやりにくいな、ここには今いないですね、さっきこっからやってたんですよ、またこっから来そうだなこれ、あ、これやっかいだわこれ、やっぱりニュークタウンかな、やっかいだ、そこ出せばいいのよ、やっかいだこのゲーム本当に、キネティックアーマー解除、追いかけなくよかった、よしよし、よしよし、何キロだ、5キロ、もうちょっとキルしていきたいですけど
これ崖のところにいるわ。これいないか。最近この崖の上いないな。さっきはいたんだけど。よっしゃ、オッケー。あ、今いたな。こっから来るよ多分。よっしゃ、オッケー。ダメか、7キロ。もうちょっと成績上げたいですね。15キロぐらい来たらいいんですけどね。できたら味方か。おお、ラプス、なかなか圧勝してますねこれね。逆から来ないか、これ。小指ありがとう、助かります。あらら、よっしゃ、オッケーオッケー。味方が強すぎてすぐ終わっちゃいそうね。ちょっと動くか。ここにいるみたいね、これ。いないか。いるの。やった。終わり。8キルの9です。ちょっと成績悪いな。ちょっと圧勝しすぎっしょ、これ。やったね、ポリシア迷彩。XPR50 でワンショットワンキル勲章100回獲得数でポリシア迷彩解除になります。圧勝しすぎてよ。すごっちゃってまじで、ね、終わっちまってじゃないか、これ。これやったね、これ。これね。やったよ、これ。ロングショット2回でしょ、ね、アタッチメントなしに切り替えるつもりだったんだけど、ちょっと忘れちゃったな。次これやろうかなと思ってね、アタッチメントなし。で、次にこれやるんだね。サイト1個とアタッチメント5個付きの XPR で50キロ。最初これだな。アタッチメントなしの XPR で50キロやるね。エイム中2連続キルとか、これスチールね。こうやっていくんだね、引き続きね。あともうちょいで、レベル今7なんで、レベル8で、サーマルですね。以上にしたいと思います。はい。今回はね、XPR50 を使って、XPR50& バッテリーのキネティックアーマーで、インフェクションのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方も、ぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。